皆さんこんにちは、ヨナです。日本に帰ってきました。まだ移住はしてないよ。移住のために帰ってきてるの。まあなんか前回ハワイに私いて、で今日本にいるからみんなからしたらなんじゃろほいっていう感じなんだけど、ハワイ編とか前の動画でちょろっと日本に帰ってきていろいろこうやらなきゃいけないことがあるっていう話をしてるけど、まあ見てない人もいるのでちょっと説明させていただきますと、今回の日本は本当に想定外です。私マジで1月帰ってくる予定なくて、本当はなんかいつもみたいになんか2拠点生活してた時みたいに3月に行ってなんかいろいろこう社員旅行だったりと か, なんかファンミの用意とかあったので、だから3月に本当1回、まあ、1ヶ月ぐらい帰ってくる予定だったんだけど、1月マジで帰ってくる予定なくて、でも私がじゃあ日本移住を決意してからいろいろこう行政書士さんとか相談してるうちに、あれこれ日本にとりあえずもう早めに帰ってきていろいろ終わらせないとビザの申請のタイミングがめちゃめちゃ遅れそうだなって思って今回帰ってきた次第でございます。まあ、なので今回のまあ Vlog になってるんだけど、なんか3日間ぐらい私がそういうなんかビザ関係とか、なんか東京で今何してるのかとか、私の日本の友達とかがなんか私がまあ引っ越してくるっていうことに対してどういう風に思ってるのかとか、まあ、そういうのをなんか動画にして記録にしてみんなにお届けできたらいいなっていう風に思ってます。はい、とりあえずね今日は月曜日で1月の22日なんですけど、今9時半ですね。で今日もね朝10時から最後の行政書士さんと一個打ち合わせが入ってて、ちょっともう間に合わないからタクシーを呼びます。なんかいろんな弁護士さん、行政書士さんとお話をさせてもらってるんだけど、今のところも3人ぐらいねお話ししたのかな、3人ぐらいの方とお話しする機会があって、で今が最後の行政書士さんと話して、まあ、相場を一応知るっていう意味でいろんな人と話してみたりしてるのと、まあなんか一番良さそうな人、まあ私と相性がいい人にお願いできたらいいなっていう感じなので、今日だからこの行政書士さんと最後お話ししてから、じゃあどの方に今回のビザの件とか、これからまあ日本に帰ってきてもさ、行政書士さんって何かとやっぱいてくれた方が安心するじゃない、まあ、誰にこう長期的にこういう風になんかこう依頼お願いできるかなっていう感じで、ちょっとね今日はそれを決めようかなっていう感じです。あとはなんかもう一件、全然その今回のビザ関係とは全く関係ない、まあ、結構大事なお仕事の打ち合わせが入ってたりとか、普通に動画撮影とか結構バタバタしている一日になっております。今回も最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。それでは行ってきます。バイバイ。住所問題ですよね。はい、なるほどです。今回の滞在でもしかしたらその不動産を決めた方がいいっていう風に、まあ、その友達の経営者さんとかにも言われてるのと、まあ、その他にお話ししてその行政書士さんにも言われたんですけど、でもそうですね、不動産そっか貸してくれない可能性があるっていう、はい、出会い運ですね。ちょっとあれですかね、募金とかして得積んどいた方がいいですかね。そしたら献血の方がいいですかね。こういう書類系すごく苦手、得意な方ってあんまり私見たことないんですけど、まあ、でも見てすごい頭が痛いなって思ってるんですけど、でもこう行政書士さんが基本的には入って、こう分かりました、阿部明夫です。明夫です。今年も頑張ろうね、2人で頑張ります。はい、まあ、ちょっとね今打ち合わせが終わって、元から今日2人でねいろいろ仕事したり撮影したりする予定、まあ、ショート動画の方でする予定だったんだけど、とりあえず、ね、腹ごしらえして、はい、あといろいろね今回の行政書士さんの話とかもちょっとアビにもいろいろ協力ねしてくれるっていうこと、もちろんね、はい、ありがとうね、もちろんですよ、ということなので、ちょっとねお昼を食べようと思います。はい、はい、だがしかしなんだ、シティショップ、シティショップね、うん、じゃあ麺じゃない方、麺じゃないんだよな、はい、うんうん、米がいいんだよ、ね、米かトーストがいい、じゃあ米で探します。はい、もし探します、私マネージャーなので、はい、仕事系マネージャーという自分で言わない、なので、はい、自分で言わない、はい、はい、お願いします。ちょっと今私たちは宮下パークのなんかハイナンチキンライス屋さん、ハイナン、これ私さ鶏飯、ハイナンチーファンってうち中国語になっちゃうんだけど、あ、そうじゃない、え、じゃチーファンなのこれ、ハイナンチーファンなのこれって、ハイナンチーファンってことですか、ハイナンチーファンってことなんですかね、これわかんないですけど、まあ、ちょっと今来たのでご飯を食べていこうと思います。私とアビの豆知識、うちらってマジ食の好みがめちゃくちゃ合うの。火鍋超好きじゃん、辛いもんこんなに食べれる日本人あんまり私知らないからめっちゃ好きじゃん辛いもん、めっちゃ結構食べれる方だった、めっちゃ食べれてるよアビって、めっちゃ食べれてるからすごいなって思うし、うん、私ハイナンチーファンめっちゃ好きなのよ、うんうん、うん、嬉しいわね、私も大好き、自分で作るし、え、ガチめっちゃ好き、うん、私も自分で作る、作るよね、うん、美味しいよね、ガチで好きだから作る、え、めっちゃわかる、ハイナンチーファンだった、ハイナンチーファン、ハイナンチーファン、ハイナンチーファンだ、ハイナンチーファン、ハイナンチーファンです。日本にさ引っ越してきて私楽しみなこと、イエーイ、パチ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 、湯船があることです。はい、はい、で湯船ってさリラックスできるし、湯船入った次の日めっちゃうんち出ない、そう、それも関係あるね、関係あるもんね、あるよ、めっちゃ、え、あるくないですか、いや、わかんないです、本当ですか、はい、いや、入るよ、毎日、
冬はね、冬は入るけど、でも夏は入らない。あ、ほんと、うん、なに、暑いから。暑いから。よくないらしいよね、やっぱりシャワーだけで済ます。みたいだよね、うん、なんか私最近結構ストレスはめっちゃ抱えてるからさ、いろいろわーってなっちゃってるからさ、なんかめっちゃ快便なんだけど、普段最近全然出ないのね。結構1日に1回とか1日出ないとかあって、珍しい、化粧珍しいでしょ、どうしようってなんだけど、日本帰ってきて湯船、ね、結構入っちゃうんだけど、入ってすぐめっちゃ出る。毎回さ、うんちマウントされてるよね、湯だけ。これマウントなの？マウントだよ。分かった、うん、マウント取られてるって感じてるもん、うんちは快便マウント私こんなに出てるんですけど、お前どう？お前マジで？私がマウント取るのってうんちぐらいで、ぐらいマウント許してよ、うんちぐらい。そうだね、いいよいいよ、許す。お疲れ様でーす。今私たちはちょっとね、まあ、最後に打ち合わせが今日あったので、打ち合わせが終わってちょっとロングだったね今の打ち合わせは、うんうん、ちょっと今お腹空いたので新大久保に上陸して、あのね、2人でプチ新年会をしようと思いまーす。新大久保の串焼きだよね、中国の。そう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 、ラム、ラム、ラム、楽しみ。めちゃめちゃなんかディープですよ、街並みが。ビール今自分でついだんだけど、完璧じゃない、このさ、泡とビールの比率。先やっちゃいます、いただきます。うまい、うまい。ここはレッドっていうさ、中国の SNS でここの串焼き、中国の串焼きが一番おいしいって中国人の人が書いてたから、じゃあここにしようっつってここに来ました。まだ私は食べてないから美味しいかどうかわかんないんだけど、でもきっとこのお店のね、名前を私が書いてるってこと、美味しいって思った証拠なので、あのお店の名前書いてあったらぜひ皆さんもね、食べに来てみてください。わー、これにビールですよ、新年会ですね。はい、じゃあとりあえず一回乾杯します。乾杯。乾杯はペットボトルですが全然いいよ。乾杯。ガチよね、食べちゃうよ。食べようよ。え、食べよう。うん、え、いい、うん、食べちゃうよ。じゃじゃーん、これは羊肉串。羊肉串。いや、何？羊肉串。ま、言わないんだ。うまっ。おいしい？めっちゃうまい。おいしい？おいしい。おいしい。うん、めっちゃおいしい。めっちゃおいしい。おいしいね。うん、おいしい。じゃあ私もいただきます。はい。うまい？うまっ。誰お前、マジで？結構本場に近い味、めちゃくちゃ美味しい。お久しぶりですね。お久しぶりですね。うん、1ヶ月ぶりぐらい。まあ連絡もちろんさ、うん、あれで毎日撮ってるんだけど、うんうん、久しぶりに会って、いろいろあったじゃん。いろいろね、いろいろあります。移住もやっとさ、報告してさ、うん、YouTube 見てくれてるみんなもさ、今知ってるわけじゃん、うん、去年の年末はそれなりに大変だったよね。はい、一緒にね、うん、うんうんうん、もちろんアビにも話したしさ、うんうん、いつだっけ私が、そう、あのエココさんの話を、あれめっちゃ響いた、アビのお母さんが、うん、あの、なんだっけな、若いうちにやりたいことやっときなさいってさ、うん、パシシェ言ってくれたじゃない、うんうんうん、であれ動画でもめっちゃ話してるけど、うんうん、本当にあの言葉結構響いてさ、うん、帰り話したじゃん、あの東京駅から四ツ谷まで、うん、こんなに歩くの嫌いな私がさ、うん、歩いてめっちゃ人生について考えたよみたいな、うんうん、エココさんに話した。エココさんちゃんと動画見せた。見てくれたの？見てた見てた。なんか言ってた。え、なんかでもちょっと変なこと言っちゃってなかったかなみたいなことは言ってた、正直で、ね、思ってないよ。そうそうそう、うん、でも 100% 自分が伝えれること、ユナに伝えたいと思ったことを伝えたから、うん、なんかそれでなんか考えてくれて、自分のベストな選択をしてくれて、うん、よかったっていうふうに喜んではいた。なんか本当にね、ユナのことをね、めっちゃもう娘みたいな感じで、すっごい私の家族はおばとかも含めまだお会いしたことない。そう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 、うん、そう、連絡くれたりする、ユナちゃん大丈夫みたいな。あわあ、すごい。はあ、シシェ麺でーす。おいしそう、めちゃくちゃ美味しそう。なんか去年さ、一番悩んでる時にさ、うん、じゃあ私がまあその移住するかどうかもさ、うん、まあ、もちろん動画ではさらっと話したけど、もちろんたくさん悩んでた。あ、これ混ぜてって言われたら混ぜるね、うん、動画ではまだそんな話ちょっとちゃんとしてないけどさ、うんうんうん、でもなんかアビもすごい心配してくれたじゃん、うんうん、どう思った私が移住最初するっていう話アビにした時に。え、でも正直私は、うん、市場自分のさ、うん、もちろんもちろんいい、いいよ、市場でいいじゃん。そうそう、市場としてはまあめっちゃ嬉しかったから嬉しい、それ以上に嬉しい。だって悩んで対面で仕事したいじゃん、うんうん、そう、うん、ね、
2、3ヶ月に1回とかしかさ、うん、会えないのって寂しいし、うん、正直さ、仕事の効率で言っても対面の方がいいじゃん。まあそうだね、それはそうだね。うちらってやっぱり大きいデータをさ、こうやり取りとかもあって、まあそうだね、それは動画に今字幕の編集をね、アビがしてくれてるから、うんうんうん、それ転送とかもちろん時間もかかるし、で1回チェックして、あ、じゃあこれ直してくださいってなったら、またじゃあそこで動画をね、書き出したり、そうそうそう、送ったりとか、アップロードの時間もかかるもんね、うんうん、で時差もあるから、うん、そうだね、ね、確かに私もそうだ、時差があるから、結構だから、うん、去年まではパートタイムで週 2,3 とかだったけど、もう今月からさ、うん、週5で、もうほんとフルじゃん、入ってくれてるから、うんうん、だから結構アビにじゃあ何かお願いしてる時とか、うん、私も1時2時までずっと仕事してる時多かった。そうだよね、うん、してたしてた、そう、だからなんかそこも私は結構ユナの体調とかも大丈夫かなみたいな心配になっちゃったりとかもするじゃん、正直ね、そんな遅くまでさこれこれで OK とかさ、うん、ね、なっちゃうのもあれだし、うん、心配性だよね、意外と、うん、めちゃめちゃ心配性だね、うん、ですごい、すごいんだよ、私が日本帰ってきてもさ、雨だよ、ユナ出かけるとき気をつけてね LINE くれるの。改めてさ、日本帰ってきて今まだ3日目とかだけど、うん、すごい私もさ、移住しますって言って、もちろんじゃそれって不安がないわけじゃないじゃん、もちろん、じゃ私がこっちにさ、順応できるかどうかね、アメリカ長いしさ、私結構浮くかなとか心配もちろんあったよ、あったけど、うん、なんか順平とここ帰ってきてから毎日会ってたし、今日もアビに、うんうん、ね、やっと会えて、うんうん、なんかやっぱこの人たちのためだけでもいいから帰ってきたいなってすっごい思った、うん、嬉しい、うん、それはアビとさ、今日会った時めっちゃ嬉しそうにしてくれてたじゃん、え、嬉しかったもんだってなんかこの笑顔のためだったら、なんか何でもできるって正直思ったの。え、何、めっちゃ嬉しいんだけど、うん、もう動画回してるとこからとかじゃなくてね、本当に、あー、なんか良かったってすごい思えたし、え、だって嬉しかったんでしょ。え、嬉しい嬉しい、めっちゃそれが嬉しくない。うん、まあなんかやっぱりさ、まあ大前提さ、最初は友達っていうのがあったから、うん、仲いい友達とそりゃ一緒に過ごせる時間が長い方がさ、うん、いいわけじゃん、うん、だからまあ嬉しいっていうのもあるし、うん、まあやっぱりまあユナの体調だったりとか、まあ時差の考慮だったりとかも含めて、うん、もう嬉しいしかなかったかな、私は。まあでもその分すごい大変なことがさ、まあお金の問題とかもあるまあまあそうだねそうだね、うん、帰ってきて改めて本当に良かったなって思う。うん、ご飯も美味しいし、アメリカに住んだことない人でも分かるようなさ、だって分かるじゃん、日本のご飯が美味しいかって、うん、今中華食ってるけど、今中華食ってるけどそれ、ね、日本のご飯がいかに美味しいかなんてみんな分かると思うし、治安がいいとかそれもあるけど、やっぱりでも本当になんかみんなにさ、ね、こういう風になってすごい嬉しい、嬉しい、マジで嬉しい。で去年とかさ、年末私めっちゃあれ聞いてたよね、さ、なんだっけ、ステイデイビーズ真夜中のドアだっけ、うん、真夜中のドアをキラキーみたいな、叩きめっちゃ去年の年末のカラオケ、私が行った時後半ずっと歌ってたじゃん。歌ってたよ歌ってたの、うん、だから私もダウンロードしたもん聞いてた、真夜中のドア叩き始めちゃった、叩き始めた一回ね一回ね、一回叩いてみようかなみたいな。私もアビの影響で工藤静香めっちゃ聞いたもん工藤静香ね、そう、一人でさ、なんかいろんな決断の動画出す前とかもさ、やっぱいろいろなんて、なんかあの曲聴くとアビのこと思い出せるからさ、泣いて泣いてのやつめっちゃ聞いてたよあれ別にそういう曲じゃないわかるよね、だからアビを思い出すための曲だよね。そうだね、そうそうそう工藤静香のイメージついてんだ私、うん、原曲より先にアビが歌ってアビの方の歌い方しか覚えてない、うん、また歌ってあげるね、だろうね、あげる披露してあげるね、ありがとう、じゃあこれ食べまーす、食べまーす、あれ、そうですね、ちょっとこう一個一個進めながらっていうパターンはこれなんですけど、はい、ちょっと今回はすでに日本にいるっていうことがあのちょっと、まあ、レアなケースというか、あ、そうなんですね、そういうところなの、日本に来ないであのやることが多いので、愛ですね、はい、日本好きなんですぐ帰ってきちゃうそうですね、おはようございます、はい、今ですね2日目の Vlog を回しているところなんですけど、今回の Vlog で2日目なんですけど、なんとですね、やっと行政書士さんが決まりました。わー嬉しい。でも本当にさ、前の動画でさ、ビザのその弁護士さんお願いするってなって100万円ぐらいかかるっていう風にわーってなってたんですけど、いろんなそのコメントとかでも書いてくれてたんですけど、その行政書士さんと弁護士さんってち違うっていうか、弁護士さんの方が高いみたいですね、100万円とかになってたんだけど、行政書士さんとか大体がでも30万円から50万円で今回のね件をね やってくれるっていうことだったから、めちゃめちゃコストを抑えることができました。嬉しい嬉しい、だって500万銀行に入れなきゃいけないんで嬉しいよ、本当に本当に嬉しい。最初の弁護士さんと話してる時に、大体どれぐらいかかるもんなんですかねって言ったら、準備期間に半年かかるって言われて、半年もかけてらんねえよみたいな、準備期間半年かけてからじゃビザの申請を行うわけだから、もう大体でじゃあもう1年はかかっちゃうじゃんね、ビザってその申請して次の日に出てこないからね、マッ
ックの注文と違うからねってなって、行政書士さんをそもそもじゃ探すのに1ヶ月ぐらい私もかかっちゃってるから、これもしかしたら本当に私が思っている以上に準備が大変なのかもしれないっていう風に思ったんだよね。でそれで、まあ、その今回のね、まあ、行政書士さんが決まったっていうのはいいんだけど、じゃ今じゃ大体日本でこういうことができますっていう、その滞在期間中に終わらせれる仕事みたいなのもリストをもらえたりとかして、まあ、見てるんだけど、マジで思ってた以上に大変、本当に結構ねやること多そうで、もうちょっと萎えてる、あーって感じになってるけど頑張る。会社作ったりとか、こっちで住所持ってなきゃいけないとか、じゃあその協力してくれる人を見つけて、その人の銀行の口座にお金入れたりとか、まあ、ちょっといろいろあるんだけど、なんかまずはサイン証明っていうのがその印鑑の代わりに使えるらしいんだよね。ちょ、私の解釈が間違ってたらごめんなさい。でもそのサイン証明っていうのも、ほら外国人だからさ、私のサインを日本にあるアメリカ大使館に行って、これが公的な書類に使えますよっていうなんか認定をもらわなきゃいけないみたいな感じだったのね。で私それを告げられたのがハワイから出る2日前で、え、ちょっと待って、ハワイでそういうなんか手続きは多分できないよ、アメリカ大使館はあるけどそんなすぐ予約取れないでしょって思っても、日本帰ったらやろうって思って見てたんだけど、東京のね赤坂にあるんだっけな、赤坂にある大使館だと一番早く空いている枠が2月の21とかになってしまうのね。そんなに延泊できない。今回は2月2日に帰る予定だったんだけど、まあ、なんだかんだ予定2月8日まで入っちゃってるから、まあ、2月10日ぐらいまでいようかなっていう感じなんだけどさ、2月20まではそんなに延泊できません。できないよ、だって宿代もかかるしさ、宿代だよね、マジでマジで宿代がかかるってだけなんだけど、さすがにねちょっとその辺は経費削減したいなって私も思って、そこまでは延泊できないから、どうしようどうしようってなって、地方の大使館いつ空いてるかなって調べたところ、大阪が確かに2月7日の7日7日に空いてて、で福岡が1月30日に空いてたから、よし福岡行こうっていうことで、福岡に一人でちょっと弾丸で行ってきます。はい、まあ、明日明後日じゃないけど、この動画ではその福岡行ってるところちょっとお見せしたいなっていうふうに思ってるので、この動画では多分福岡行ってるところがね最後まで見てくれたら見れると思うんだけど、ちょっともうね日帰りで福岡行って、とりあえずもう全部早く今回日本で終わらせれるものはもう全部終わらせておきたいから、福岡に行ってサイン証明ってやつをちょっとゲットしていきますっていう感じです。はい、皆さんこんばんは。すいません、全然撮らずに夜になってしまったんだけど、ちょっとねアビがうちに来てくれてショート動画撮ったりとかで、私は昼寝してたんですけど、まあ、動画の編集だったりとかちょっといろいろやってたんだよね、うん、そう、そしたらもう気づいたら夜だよ。一日早いね、マジで早い、うん、私はなんでね寝てしまったかっていうと、ちょっとねストレスでリアル、そう、めちゃめちゃリアルな話、ちょストレスで倒れてたよね、もうほぼね。すごいありがたいことに行政書士さんからトゥードゥーリストが送られてきたんです。こういうことを日本にいる間にしてくださいみたいな。あー、ちょっと気絶しそうになって普通に寝不足だったんで寝ましためっちゃうるさかったよ、めっちゃ叫んでたどうやってた私、うわーって言ってたよね。嘘言ってたよ、怪獣じゃん。まだ可愛く言ってなかった？全然可愛くなかった。マジ可愛げなかった。あそう全く、まあ、そんな感じで、はい、私は可愛く叫んでたらしいんですけど、ちょっと今新宿の方に来て、夜はね順平と3人で、まあ、もう一本普通に動画撮るっていう、なんか飲みながら喋ろうみたいな企画を今撮ろうとしてて、でもその前にねちょっと街頭インタビュー系のショート動画を撮ろうっていう感じなので、結局だから YouTube に振り回されて1日終わるっていう、ね、そういうことです、そういうことです、まあ、YouTuber なのでね私は、はい、ということでちょっとね今街頭インタビューでちょうどいい外国の方を今探しているんですけれども、どの辺にいるんだ外国の人って、あ、いたっていう感じでちょっと頑張って撮影して、まあ、晩ご飯ちょろっと映せたらなっていう感じです。あなたはカラオケだぞ、いや頑張るぞ、工藤静香歌うぞ、そう、マジで歌ってね、そのために帰ってきたんだから今回、そう、今回の目的工藤静香だから、そうだよ、ビザとかどうでもいいの一緒に歌おうね、あ、そう、歌、あこれあれですよ、新年一本目順平が出てる、あ、そうなんですか、そうだよ、今年もお願いします。何をよろしくしてほしい感じですか、今年は。そうですか、何をよろしく、はい、難しくない、この人何をよろしくって何、何をよろしくしたの、今年はうん、なんかね、なんか何をよろしく、仲良くさ、過ごしていきたいですよね、こう、うん、そうだね、見てくださってる人に。あ、ちなみに今年は何ですか、またオフ会とかやったりするんですか。オフ会やります、ね、お、やるんですか。やりますよ、もちろん、はい、やらせていただこうかなと思ってます。あらららら、はいはいはい、なぜですか。いいですね、去年ね、参加させていただいて、はいはい、あ、そうですね、参加してくださいましたね。素敵な会でしたね、ありがとうございます。あんだけこう、はい、感情を揺さぶられてないですか、ね、なかなかやっぱね、大人になると難しいですよね、本当にね。なんでね、またちょっと、うん、行きたいね。あ、そういう機会があったらいいですよね。そうです、参加したい、ただで参加させてね、よろしくね。ラップしてよ、じゃあ今の気分ラップしてよじゃあ今の気分ラップしてよ、ラップしてるじゃん、きつい、今の気持ちラップに乗せてよ、じゃあいいよ、新年一発目の、よっしゃ新年一発目のカマスでラップ、でもそんな俺今はアップは、カマスでもっともっとタップタップ、
歩けよどんどんカッポカッポ俺が走るよカッポカッポ、うんうん、やっぱ気持ちはアップアップ。あれめっちゃ引いてるすごい引いてた、びっくりした。キモくてびっくりした。キモくてびっくりしたってことないだろ。じゃあ私の本当のラップってやつ、お前にヒップホップってやつ見せてやるよ。おお、言ってください。テーマはテーマ、カモン、テーマください。テーマテーマだって、うん、じゃあ、みちゃんどうぞ。テーマ、テーマテーマは、うん、じゃあ、新年。あ、いいね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、ちょうだい、ビート、DJ ユーナかませよ、よ、今年も新年よろしくだぜマイメン。そんなこと言ってるやつらはほうれん草が好き。ほうれん草、ほうれん草食べたらお前もそうだ、報告連絡相談。うん、そうね、イエーイ。運しか組めてなかったんだ。語尾を紡ぐってそういうことじゃないんだよね、あんまり。一文字のみ。まだラップしてないやつこの空間に一人いるよ。あ、確かに、うん、そうだよ。そういつまでもオーディエンスみたいな、うん、確かに聞いてる場合じゃねえみたいな。じゃあテーマはやっぱここのお店一なんでいいですか。いいよいいよ。イタリアン。おお、じゃあ、アビーかませいやー、イタリアンって言ったらこの私私と言ったら緑の服ほうれん草。ほうれん草じゃん。なるからな、気をつけなはれや。そうなの、そうなの、そうなんだ。ためになる。あんまラップでためになる。ファミリーのみんな、よろしくお願いします。ファミリー、イエーイ。いいえ、おはようございます。今私は羽田空港に来ています。なんと時刻は7時と、私が、世界で一番苦手なこと、早起き、そしてパッキングなんですけど、ちょっと今日はね、そのうちの一つ早起きをクリアして羽田空港に来てます。ちょっとあの前回なんか、前回っていうか、 なんか別の日で話したと思うんだけど、サイン証っていうのをゲットしなきゃいけなくて、都内にある大使館だと2月の中旬とかまでしか空いてないから、福岡に行ってそのサイン証をゲットしていくっていう感じです。そんでね、私はね、ちょっと入る場所ミスった。なんか私さ、国際線はさ、正直もう死ぬほど乗ってるから、どっちかっていうとなんか長めのタクシーに乗ってる感じだ。なんか長めで、なんか座席が窮屈で、 Wi-Fi とかネットが全然繋がってないなんかタクシーにすごい乗ってる気分だから、全く緊張しないのね。パッキングとかも全然時間あったら朝できちゃうみたいな感じなんだけど、国内線、日本の国内線私乗ったのがもう6年ぶりとかなので、すっごい今緊張してるのね。一人でちゃんと乗れるかなみたいな。だからあれなんだよ、何をするかもね、大小関係なく初めてって緊張するよね。はい、無事入ってこれた。今回さ、福岡行くってなっても、あの一人旅だし、なんか誰か捕まえて、順平あたり捕まえて一緒になんか連れてこうかなとか思ったんだけど、でもさすがにね、急遽一日弾丸福岡一緒に来てくれるほどみんな暇じゃなかったみたい。私の人望が足りなかったとか、どっちか分からんけど、全車でやってほしい。私びっくりしたのがさ、日本のこの国内線、あの液体物 OK なんだね。なんか私さ、ほうじ茶持ってたんだけどさ、あ、やばい、普通になんか液体持ってきちゃったと思って捨てようかなと思ったんだけど、みんな持ってて、え、みんな OK なみたいな思って試しに持って行ったらさ、 いけるんだね日本って。でなんかさ、あのピッてなんか液体物の検査していいですかって言われて、あ、いいっすよっつって、なんかマシンに入れられて、え、すごいって言っちゃったの。私それ見て、え、すごいって声漏らしちゃったら、その検査してる人がふふって笑ってて、これはなんかど田舎からこいつ来たな、分かってないな、さてはっていう風に思ったのか、私が面白いから笑ってくれたのか、どっちかでしょう。後者だといいな。なんか喉ガラガラなんだけど、酒焼きとかじゃないです。さすがにね、今日5時起きで、しかも動画も撮るじゃん今日。だからちゃんとメイクとかも朝したので、全然飲んでない、昨日全然飲んでないです。またなんか順平にね、危うく誘われそうになって、なんか飲みに行こうよって言われたんだけど、あいつ休養出たから行けなくなって、私は無事ちゃんとお家に帰って、なんとね10時半には寝ました。初のね、福岡一人旅、そのサイン証を取るっていう言いつつも、夜まで福岡にいる予定なので、ちょっとね、仕事もしなきゃいけないから、観光できるかどうかはすごい微妙なとこなんだけど、美味しいご飯はちゃんと食べてから東京に戻りたいと思います。楽しみ。福岡上陸しました。
これが福岡です、これが福岡です。だから変だな、なんて言ったらいいんだろう。多分ねまだ寝ぼけてるかもしれない。でとりあえずね本当にお腹空いてて、で私がその予約したアメリカ大使館の予約が11時半なので、今10時半なんだけど時間あるからご飯食べに行こうと思います。で夜はねなんかねインスタの方でみんなになんか水炊きどこが美味しいって聞いていろいろおすすめもらったんでそこに行こうっていうことで、でも昼はなんか適当にこの辺でサクッと食べていけたらいいと思います。これ何ここ、なんかさ東神町って書いてあったんだけど、中国語だとタンレンジェってなんか中国人の町って意味なんだけど、これチャイナタウンっていうことなのかな。でも全然中国人ない。はい、今あのね時間的に結構微妙だったからご飯食べる前にもうとりあえず全部終わらせてからゆっくりご飯食べようって思ってちょ向かってみたんだけど、パソコンとカメラ持ち込み禁止っていう風に言われて、今ね一回アメリカ領事館から東神町駅に戻ってあのコインロッカーに入れてるところです。え、なんかこんなに厳しいのアメリカ領事館って、知らなかったんだけど。はい、やっとお昼ご飯にけました。そして私は無事にこのねセーリファイシグネチャーっていうやつをゲットしたから、これやっと第一歩に立てたのかな、これ第何本目かちょっと分かんないんですけど、でも第何本目かビザのあれに立てたのではないでしょうか。だ私ちょっとイラッとしたのがさ、でマジでイラッとしたのが、この紙欲しいですみたいな感じで言うじゃんね。そしたらさ、それ50ドル平気でお金取ってくんのあいつら、お金あるだろアメリカ、なんでまた取ってくんだよと思って、こんな紙切れ1枚に50ドル、東京から来てんだぞ私わざわざ。キムチうまっ、なんかキムチめっちゃうまいんだけど、え、なにこれ、うん、あ、待ってすごいね、キムチがめちゃくちゃ美味しい、うん、はい、それでね50ドルもかかったわけだけど、やっとこの紙をねゲットできたから、これでいろいろそういう公的な手続きとかも私みたいな、ね、外国人とかでもできるようになるんだよね。正直ねやっぱその今回のビザの件で情報量が多すぎるから、私は一体何をどうしたらいいかってのはあんまり分かってなくて、行政書したら頼りです。帰りの便はね夜の便なんだけど、いやそもそもね私一人旅行って今回思ったんですけど、多分あんま私向いてないんだよね。喋り相手がいないと私寂しくて死んじゃうからあんまり向いてないんだけど、だから本当はねもう午後には帰りたかった。普通にもうサイン証明ゲットしたらもう東京に今後帰りみたいな帰りたかったんだけどさ、でもねなんか午後の便だとめっちゃ高くて航空券が、せっかくだしちょっと福岡ご飯美味しいってよく聞くし、私も実際一回来たことがあってすっごい美味しかった記憶があるから、福岡のご飯ちゃんと堪能して、で編集とかいつも通りしてちょっと時間あったらどっか見に行ってみたいなやりたいなっていうふうに思ったんですよね。でもマジでダメだわ、一人旅はねやっぱ喋り相手がいないとダメだわ。めっちゃ美味しい。前回来た時が21の時とかの6年前とかなんだけど、その時順平とかと一緒に来たのね。だから私は長野に最初行って飛行機で長野行って、で飛行あの車で福岡まで5人ぐらいかな、5人か、あ5人だ、5人で運転してたんだけど、なんかただひたすらみんな博多の女の子は可愛いからつって、もうただただみんな車の中から可愛い女の子をずっと見てた記憶がある。マジでクソ。あのグランピングの回をね見てくれた人いるかかわかんないんですけど、グランピングの回で行ったメンバーです。今でもね仲良くしてくれるのは本当に嬉しいことですね。お疲れ様です私。ということで編集が人だらけして、人だらけしたってか力尽きちゃったんだよね。カフェで編集しててめっちゃ本当にもう疲れて、あやばいこれ、せっかくみんなにインスタでねなんかあのこっちでおすすめの水炊き屋さんありますかって聞いたのに、これ食べる気力私もないから、このままもう空港でなんか適当に食べようってまで行ったんだけど、でも天神のなんか駅のさパルコみたいな、パルコみたいなとかパルコかパルコでコスメ巡ったりとかしてて、でその後ちょっと博多駅の方まで来て、まあ、さらにコスメ巡ってたら元気出た、コスメですげーコスメも出ました。今日は頑張ったから自分へのご褒美で新しいリップをゲットしました。元気出ちゃったからおすすめされたその浜田屋さんに来ました。あのインスタで DM 送ってくれた皆さんありがとうございます。おかげさまで美味しそうな満足に貼り付けそうです。まずはもずく酢、うん、ずるいわ、もずく酢うまい、うんうん、めっちゃうまい、おいしい。水炊きのね、これブクブク言ったら食べれるって言われたので待ちます。あーですね、疲れた体にしみる、おいしすぎる、いただきます。うまい、この酢醤油がパンパない。
はい、そんな感じで東京に戻ってきました。疲れた、普通にめっちゃ疲れた。もう本当にね、ご覧の通りバタバタしてて、ハワイから日本に直接帰ってきて、でそこからね、仕事はもちろんいつも通りして、でこうバタ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 してて、本当にちょっと久しぶりになんか体力の限界、あんまり私忙しいって言ってる人となんか限界まで働きすぎちゃう人、私あんま好きじゃないんですけど、今日ちょっと久しぶりにやっちゃったなっていう感じです。でも明日もね、動画いっぱい撮って、みんなにねもっと面白いコンテンツを、ちょっと待って、めっちゃ音楽ね急になりだして、なんか脳みそバグりそうになった。でも明日とかも普通にアビとかと集まって、明日ショート動画の撮影かな、結構5本ぐらい明日一気にバーって撮って編集して、みんなにまた楽しい動画をお届けできるように明日も頑張る予定なので、今日は帰っておとなしく寝ようと思います。はい、まあでもね、ビザもねこういう風にね帰ってきたおかげか、おかげだと思いたいんですけど、まあなんか本当に着実に進んでると思うので、まあ、私の理想はまあ7月とか8月、遅くても8月にはもう日本に本帰国って言っていいのかな、本帰国って言っていいよね、私本帰国したいなっていう気持ちであります。まあそのためにも仕事たくさん頑張らなきゃいけないので、今日は何度も言いますが帰ってゆっくり寝ようと思います。はい、そんな感じで本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。